はい、続いての商品はマスクホルダーということで、マスクホルダーを実は今年もうすでにユーティリティの店頭のみでは販売してたんですけど、ちょっとコレクションラインに、デザイン性を加えて今回から入れていこうかなと思ってます。まあ、ビーズを使ったマスクホルダーで、今僕がつけてるのもそうなんですけど、コーリア君がつけてるやつもそうなんですけど、まあ、同じものでこうやってつければネックレス代わりにも使えて、まあ、僕はそのままこうマスクホルダーとしてこう使ってます。はい、で色が5色、ブルーと何色だこれ、パープルとレッド、ピンク、あとクリアで、ここにですね、ユーティリティのオリジナルのチャームがついてます。でこれは、ユーティリティの中で小物を作るときにやってる PNY っていうラインがあるんですけど、それそこからのリリースという形になります。はい、まあ、多分マスクはまだしばらく使うことになると思うので、まあ、デザイン性のあるなんかネックレスとしても使えるようなマスクホルダーがあった方がいいかなと。で、あとはこのようなランダムになるんですけど、今期のロゴだったりとか過去のロゴの入ったパッケージに入れて販売という形になります。はい、